三郎頭の悪い男良、ね、吉は廊下の方へ気を兼ねながら女中にこう聞いた折々おおりしになります。いいお客様ですわ軽く愛想笑いをして答える彼は 酒好きを下にそっと置いてまたその記憶を繰り返してみた夕飯後ノートを懐へねじ込んだまま明るい街を通っていつとはなく縁日の人混みの中へ押されながら紛れ込んだと突然「久保様じゃありませんか?」。 と呼びかけられたがたもとを引かれなかったら彼は自分のこととは知らずに行き過ぎてしまうところだった断っておくが彼の名は吉塚良吉であった振り返ると風采のいい28区の男が陰銀に帽子を脱いで会釈し,しただが良吉にはそれが誰であるか富に思い出せなかったので 君は誰でしたっけと尋ねると相手は隙も与えず棋戦を制してどうもしばらくでございます相変わらずご創建で一度お伺いしなければならないんですがつい敷居が高くなってご無沙汰ばかりで申し訳がありませんというのが実は なんだか人に顔を見られるようで誠につらいもので心にもないふぎりをしていますが相手の歯切れのよい丁寧な言葉と態度には良吉も少なからず面からってただ無意識に「はあはあ」はあ、とからくりのように頭を下げるはずみ人混みのために 足を嫌というほど踏まれたかと思うと後ろから無造作に尻をつかれて危うく相手の頭へ頭突きを持ってゆこうとした彼はますます困惑を感じていっときも早くこの場を免れたかった「君は何か人違い」と口を開こうとするとまたしても相手は頓着せずに いずれ近いうちには名乗っていきますから今日までのところは一つお見逃しを願いたいものでハハハハハ時に立ち話もなんですからご迷惑でなければその辺をお供しながらいろいろお話をしましょう迷惑でないどころじゃないすこぶる困っているのだがまだ承諾とも同意とも表示しない先にその男は もう体の向きを変えて歩行を促すように肩を並べた今更人違いとも言えなくなったこの上は人混みに紛れて巻いてしまうよりしかたがないと考えて心ならずも歩きだしたけれどもその男は容易に離れなかったそのうちにすぐ手近の料理屋の前まで来るとその男がついと向き直って 恐れ入りますが今晩は私につきあっていただきたいものでまあそんなかたいことをおっしゃらないでさあ入ってください人が見ると笑いますからと涼吉の背後へ回ると退路を塞いで押し込むようにしたこうなってはいまさら逃げもならず門をくぐると前に立たされたまま玄関へ来てしまった「おい いいいてるか、いい座敷が。その男は打って変わって大へな口を聞いたが出迎えの女中はすこぶる愛想よくこの部屋へ案内したのであった伝統の明るく照らす座敷の絹布団に座らされると両吉はあまりにみすぼらしい自分の身なりを顧みて年がいもなくはにかんだこうした馬籍へ来ることは 彼の近頃の生活としては実に何年かぶりであったのだ。おい姉さん、見つくろってうまいのを運んでくれ。しかし、本当にいいところでお目にかかりましたね。そう堅苦しくなっちゃかえって私が窮屈ですから。どうぞご遠慮抜きで。何ですかやはり前のところへ勤めていらっしゃるので。ええー。 さぞお気骨が折れましょう、ね、何しろ相手がわけのわからないものばかりで中にはたちが悪くて手に余るものもたくさんいましょうからねいかにも思いやりのあるような言葉つきであるそのうちに女中が芳じゅんな香りを漂わせて酒と突き出しのものを運んできたので話は途切れたが刺されるままに 黄金を溶かしたような液体が滑ら,らかに涼吉の喉を流れていくといつか心は落ち着いてきて今自分がよしなく人間違いのことを打ち明けた時のその男の失望を相当するともはや機会はとうに過ぎてしまっていたしかしまた自分の忘れているずっと古い時期なのかもしれないと思うとまあどうにでもなるようになれ といったような捨て鉢な気持ちになって女中が次から次へと運ぶ気取った魚をむさぼるように眺めたそしてきの重なるにつれて相手の男ともだんだんと親しむようになってきた酒はよく回って良吉がもう当然となった頃その男は良吉と女中とを残して をををかけににににしした。たた。がえてていいいいらっっっゃいますののげると、はや、ひどく慌てたので照れ隠しに杯を取り上げると食卓の隅にのっている 不可解な男の持ち物へ目をやったそれは大型の黒革の下げかばんと無造作に畳んだ新聞紙とであるが妙にしらけた寂しい雰囲気に包まれたような所在なさを覚えてその新聞を手に取ったしかし別段こんな席で新聞を読むのが目的ではなかったただそうやって神妙に読むふりをすることが こののの場面のギャップを塞ぐのに都合が良かったからである。漫然と3面記事の中断へ視線がゆくとその欄の短い記事が妙に彼の神経を引きつけたそれはある有価証券仲買店が巧妙な手段で現金2万円を詐欺せられた事件で犯人はまだ幕につかないことが報じられてあった。 良吉は新聞の犯人が自分の前の刺身皿をさらって逃げでもしたように目を見張って一字一句丁寧に読むと何を思ったかはっと息を詰めたちょうどその時廊下に足音が聞こえその男が帰ってきて機嫌よく杯を取りながら愉快らしく話しかけるのを良吉はうなずきつつも 鋭く相手の要望や風鎖を見直していよいよそれに相違ないと信じたのである年頃の28区もあっていれば贅沢な身なりことに金淵メガネの紳士風とあるのも何よりの富豪だこの再起走った人相は一面に干惑を意味するここの乗客というからは 金を湯水のごとく消費する男にそういないますますあやしいのはおくばにものがはさまったように人に顔を見られるのがつらいだの名のって出ます見のがしてくれだなんて言葉だそんな言葉はけしてふつうの人の口にすべき言葉じゃない。 前科者かお尋ねのと水断しても決して尊計じゃないしかしこの自分に何の目的でこうやってごちそうをするのだろう詐欺犯人が「いふし尊敬するものはまず裁判官か巡査あそうだ刑事なるほどこれで思い当たるのはさっきの わけのわからない相手ばかりで中には「たちのわるい手に余るわるいもの」といった言葉だあれは自分自身の仲間の悪党のことを言ったんだなてっきり俺を刑事と間違えているんだ「久保なんて刑事にありそうな名字だわい」それに俺はこうしてひげを生やしている へえ、<laughs> 一体どうだいおれのこの観察のすばらしさは。理路整然たるこの推理に対して誰がおれをつかまえて君は近頃どうも頭が悪いよなんてけなすのだ。見てくれいぜんとしておれの頭は明晰だぞ。かれは鼻の穴をふくらませ目をこうきに輝かした。 君は近頃何をやっているねこの問いに対してその男はひどく恐縮したようにへえ愛も変わらず危ない綱渡りをやっていますがでもまあヘマも踏まずに暮らしています実は昨日少し大きな仕事でもうけましたからしばらくはまた楽ですたくさんもうけたのかね いやほんのこれっばかりですがねその男は指を2本出してみせた良吉はさてこそと胸をとどろかせたうーんけれども君もうけたものはいいが金をなくした人の心も考えてみなければね君はそんな職業を悪いとは思うんかね そりゃあ私も早く足を洗って何か手堅い飽きないでもやりたいと思わないでもありませんが他に覚えがありませんしね頭をかきながら言い訳がましく言って笑った良吉はもうそれ以上を口にする勇気はなかった自分の観察が書くまで確実な裏書きをされると急に刻印のような恐れと焦燥が 胸の中に湧き上がって絶えずその男の足跡を猟犬のように嗅ぎながら捕獲を訳して近づきよる刑事や巡査が今にもこの部屋へ侵入してくる様を想像して我知らず旋律した何の言い訳が立とうその時は自分も共犯者の嫌疑を受けねばならぬと連想されるものは柿色の あましい囚人姿である。僕僕は急にこうしていられない用事を思い出したからせっかくごちそうになって買ったらしいけれど自分でもわかるほどうろたえた言い方で慌ただしく立ち上がったその男はあきれたように。まだお早いですのにそうですか。 それはお忙しいところをご迷惑をかけました。じゃあちょっと待ってください。女中に言いつけて折りめをこしらえさせ、両吉に渡すと玄関まで見送ってきて、両吉が今降りようとする袖口を捉えながら。お帰りになったら、どうぞよろしく言ってくださいよ。どうも失礼しました。意味ありそうに言ったが、 良吉は無意識でうなずいて下駄を白さえもどかしそうに華やかな女中の声を夢のように聞き流しながらその家を飛び出して縁日を横に突っ切った二三丁を行く間も絶えず背後を振り返ったが誰も後ろからついてくる影のないことを確かめると彼は初めて救われたようにほっとした。 だいぶ夜も更けた大通りは電車がうなりを立てて走り去るとその巻き起こす砂人がつむじのように線路の辺りを先転する彼はわざと電車に乗らず町の軒先を顔を伏せたまま黙々と歩いたそして軽率であった酔いからの自分を内省してひしひしと胸を締められるように感じたのである 鼻紙を出そうとして彼がたもとの底を探ると心覚えのない紙包みが指先に触れた何だろうと思って取り出してほの白い見当に透かして広げると突然くぎつけにされたように立ち止まったどうしたというのだ手を切るような十円札がしかも5枚。 危うく息の詰まりそうな叫びを上げようとしてにわにその紙幣を握ったまま拳を袖口の中へ引き込めると彼は気ぜわしく辺りを見回した肝臓でも偽臓でもない胸は早鐘をつくようで脇の下には冷たい汗が流れ出した「さっき玄関で俺の袖を引っ張ったあの時に入れたにそういない」 しかしこれを受け取っておくとしたらどうなるだろう彼は全く途方に暮れたすぐにも引き返していってまだあのうちにいるだろうからそっくり返してしまおうかしかし考えるとまた今ごろはもう刑事たちが踏み込んで捕まえられているかもしれないうっかりそんなところへ飛び込んだらことである 困惑に乱れバランスを失った心を抱きながらも彼の足は中央政府の大混乱を知らざる者の,のごとく我が家の方へとおもむろに進んでいく今俺は五十円の金を握っているこれが自分の金なら 一家5人の生活に月々要する予算が月望に比して著しく超過している今日の俺にとって洋服も月譜の心配なしで新長できるあんな膝の抜けたズボンを履かなくても長男の通学に自転車を買ってやってもいい電車賃だってバカにならないからなそれよりかこんな時に 思い切って家内の腫れ着を1枚こさえるかないやいやかまうもんか俺の洋服にする腫れ着なんかこさえてやらなくってもいいだいたいあいつは近頃いやに俺の頭をおさえつけようとしやがるなるほど近頃こそ毎月の入費の3分の1は手内職で補助しているがそれが何だおととしのことを考えてみろ 彼女の妹のお梅が一年ばかりもやっかいになったあげく近所の不良青年とかけ落ちした時オレがそのゆくえをさがすのに夜の目もねないで3日もかかってとうとう世帯をもたせてやるのだってどれほど骨を折ってやって貧乏したかしれないんだ。ぎりを思えばこそ尽くしたのだのにそれもわすれてぞうちょうしていやがる。 近頃頭脳が悪いからっておためごかしに晩酌の楽しみを減らすことばかり考えているけしからんことだ実際の家庭においては妻に向かって寛容な人物のはずの彼が飛んだところで晩酌の鬱憤を漏らしかけたがその間に知らず知らずこの金を 最も有意義に使用しようという予定がその心の大半を支配してしまった世の中に義賊という種類があって強欲な富豪を襲う代わり生活難に苦しむ者には惜しげもなく金を分かち与えるそうだがおそらくあの男もその部類に属するかもしれないここの金にしたところで、 処分するには二つの道よりない。返却できなければ活用するまでだしかし前者が危険で無意味なのだから後者を選ぶより仕方がないとこう彼は解釈してみたけれども厳正な意味から言えばいつも学校から防球袋をもらって帰る時のような穏やかな心持ちでないことは彼が。 すぐ向こうに見える交番の分かりを避けるように横丁へ迂回しただけでも明らかである少しも早く家へ帰りつきたかったので足早に暗い横道を急ぐうち闇に靴音を忍ばせて巡回してくる警官の黒い影にまたもや脅かされて息をのんだ自分がこの道を通ることを知って あの交番から先回りをしたのじゃないかというような無形な妄想が湧いて足の裏がくすぐったくなるすれ違う時には気のせいか変に自分の方をそのまびさしから眺めているように感じてわずかな背見の音さえ著しく彼の興奮した神経をつっついたはやろっぽ行きすぎたが彼には 到底振り返ってみるだけの勇気がない背中から盆の窪がしびれるようで髪が一本ごとに逆立つかと感じられる今にも背後から鋭い声で呼びかけられるか黒い大きな手が襟紙へつかみかかるかと薄氷の上を歩む心地で警官と一歩一歩引き離れてゆくああ こんな思いをするくらいなら金を返せばよかった。俺が捕まえられたら。妻や子供たちはどうなるだろう？そう思うと金直にして精霊と評された。四重14年の生涯の安っぽい名誉は？踏みつぶされた空き缶のようにくしゃんとひしゃげて見えた。握った手のひらには？ 汗でべっとり紙幣がくっついている大通りへ出ると幾分恐怖は源氏だがまだ耳鳴りと動悸は止まないふと次のような言葉を思い浮かべた「証人罪なしかひょっと小学教員詐欺男を脅迫して賄賂を取るなんて新聞に載るとしたら」 いも躊躇する場合でないこの足で警察へ行ってカクカクと訳を言って金を届けようかいやいやとてつもないことだ係官がでは犯人がいかなる理由でその金を提出したかなんて質問されたら大変だ勘弁詐欺に問われるかもしれないああ あんんななことを言うんじゃなかった。がっかりした彼はふと自分が今キリスト教会の前を歩いていることを意識すると足を止めて窓から漏れてくる賛美歌の合唱を聞き入った「喜び勇みて主の前にいず我がありのままを君は受けたまわん罪より他には捧げる者なきよ」 主は意図豊かに愛をこそ賜え合唱の声がやむと若い男の声で天国を説くのが聞こえる良吉はつかつかと中へ入っていくと盛壇の脇に椅子を閉めた初老の牧師の前に近づいて低い声で囁いた「少しばかり寄付したいのですがねこの教会へ」 牧師ははじき上げられたように勢いよく突っ立つと丁寧にぺッコリと頭を下げたそうですかそれはどうもどうぞこちらへ別室に導かれていすにつくと牧師はもみ手をしながら「あなたはやはり当教会のご信者で」と聞いた。 いや、僕は野草九じゃありません浄土宗ですが牧師は脳天をぐわんと食わされたように目をパチクリさせたがすぐ笑顔に復活していいや、結構でで。ごございます。ご気得なことでそう言って立ち上がると牧師は神様に奉仕するその手に手図から台所の茶をくんで めがね越しに涼吉の見当を見定めるとスリッパを引きずりながらうやうやしく茶を勧めた涼吉は例の紙幣を机の陰でひねくっていたが寄付したいのはこれです。50円だけ。特に50円に力を入れて言うと牧師の口当たりには脅威と歓喜とが溢れた。 全く予期せぬほど多額の寄付であったからああ50円だけ慌てた牧師も同じく力を入れてオウム返しに行って手を差し出した良吉が馬食を切るような意気込みで渡すのを受け取った牧師の手のひらは信者たちばかりじゃない涼吉をも天国へ乗せていってくれるほどの大きさであった そして立ち上がると几帳面に腰をかがめた上莫大なご寄付をありがとうございますつきましてはお住まいはどちらでござりますかな説教の時鳩のようなお嬢様の顔をのぞき込むのに慣れたモーションで尋ねたどうかところも名前も聞かないでくださいほんのわずかばかしの彼ですから 牧師はなるほどと大きくうなずいて。いや、実におゆかしいことで。では、ちょっと感謝状を。僕はそんなものはいりません。少し急ぎますから、これで失礼します。立ち上がったリオキチは繰り返し繰り返し礼を言う牧師に送られてこの小さな教会を出ると。 やれやれといったような軽いすがすがしい心持ちになった俺はとうとう捨ててしまったしかしそれで全てを忘れてしまうことができるんだあの苦痛から免れるためにはあんなものなんか惜しくはない寄付寄付なんというすてきな思いつきだろう俺は 匿名の特殊なんだ。俺は初めて無名の寄付をやったが決して気持ちの悪いものじゃないないや俺はこの折り詰めだけでたくさんだ肩をそびやかして大股に歩き出すと今はすり減った下駄の音さえ快く耳に響くしかし膝の抜けた洋服のことが心に浮かぶと ちょっとわびしい気がせぬでもなかったが強いて紛らわしてようやくのことに我が家へたどりついた3人の子どもはもう寝てしまって台所で手内職をしているはずの妻が奥から出てきたまああなた遅いじゃありませんかあのね今さっきしんのすけさんがいらしたのしんのすけって誰だいあら どうしたのですよ。あなたはまあ覚えの悪いあきれたように夫の顔を見たが奥をはばかって声を潜めお梅の亭主じゃありませんかそら一昨年駆け落ちをした今株屋へ通ってるんですが何でも大変もうけたのですっておうんうんそうだったねそりゃあよく来た 彼はそのまま奥座敷の取り合いの襖を開けこの深夜の訪問客の顔を一目見ると立ちすくんだ頬の筋肉は痙攣的にピクピク震えて目の方へ引きつけられ白い歯を見せてニッと笑うようにしたがそれは泣き顔の方に近かった座敷の中からは客が ぎれのいい声で、いや「やさっきは失礼しました私も慌てものですなああなたの苗字を忘れて妻の里の久保さんなんてお呼びしましてねハはハハ実はあの料理屋の座敷にあなたの教材筆記が忘れてありましたから明日は是非お入り用に違いないと思いましてね 一度奥さんにもお目にかかりたかったし大急ぎでお届けに参りましたよ。